第8週1日目ポイント理解1番 1> 男の人と女の人が話しています男の人はどうして一度家に帰りましたか ユナさん、20分も待たせてごめんなさい。電話しても出ないし、心配したよ。これから遅れるときは、必ず連絡してよ。うん。いや、鍵が見つからなくて、本当に困ったよ。え鍵を探していて遅れたのいや、ちょっと違うんだ。実は、 ストーブを消したかどうか気になって一度家に帰ったんだよストーブは消えていたから問題なかったんだけど急にトイレに行きたくなってしまってはいはいそれでゆなさんに連絡しようと思って一度携帯電話を出したんだけど今度は鍵をどこに置いたかわからなくなってしまってよく探したら 鍵はドアにささっていたよあぶないなあきをつけてようんそれでいそいででてきたらけいたいでんわをいえにおいてきてしまってれんらくできなかったんだごめんなさいもうしっかりしてよ男の人は「どうしてい度 家に帰りましたか 2>,？2番。女の人と男の人が話しています。男の人は昨日何をしたと言っていますか？ ビザさんおはようございますおはようございます昨日は天気がとても悪かったですけど予定していた通り海へ行ったんですかいいえ行きたかったんですがあの雨では無理だったので部屋の掃除をしました来週友達が遊びに来るのでちょうどよかったですそうですかそういえば 先週貸した DVD はもう見ましたかはい借りたその日に見てしまいました。もう一度見たいのでもう少しお借りしてもいいですか大丈夫ですよ。男の人は昨日何をしたと言っていますか 3番教室で先生が話しています。このクラスの人はいつ写真を撮りますか 皆さん、明日は卒業アルバムに使うクラスの写真を撮ります。写真は学校の門の前で撮ります。朝出席を確認した後、1クラスから順番に撮ります。皆さんは3クラスですから、2時間目の数学の授業の後になります。その次の国語の授業ですが。 明日は体育に変わります。ですから写真を撮った学生から運動着に着替えて校庭に集まってくださいこのクラスの人はいつ写真を撮りますか 4番駅で女の人と駅員が話しています12月31日の電車はどうなりますか すみません。お正月の期間は、電車の時間が変わりますかはい。12月30日から1月3日まで、電車の時間が変わります。この期間、この駅から桜駅までの電車が、午前1時に終わります。でも、12月31日は、最終電車の後も午前5時まで、 30分に1本電車がありますそうですか 1>, 1月4日からはいつものように午前0時半までに戻りますのでお気をつけくださいわかりました12月31日の電車はどうなりますか 5番男の人と女の人が話しています男の人は日本のホテルについてどんなことに驚いたと言っていますか男の人です サラさん、さらさんはよく旅行をしますよね。日本のホテルで何か驚いたことはありますかそうですね。先月、北海道のホテルを出て家に帰るとき、行ってらっしゃいませと言われて驚きました。へえ、普通はありがとうございましたと言いますよね。 私はホテルの人に「おかえりなさい」と言われたことがありますよえ、どうしてですかそこは前に一度泊まったことがあるホテルだったんですへえよく気がついてくれましたねそれに夕飯を食べていたらケーキをプレゼントしてくれましたその日は私の誕生日だったんですよ いやー本当にあれには驚きましたね日本にはいろいろなサービスがあるんですね男の人は日本のホテルについてどんなことに驚いたと言っていますか 6番動物園で案内を聞いています客はいつ猿に餌をあげられますか おお客様にお知らせいたします今日の5時からわくわく広場でサルに餌をあげるイベントが行われます餌をあげることができるのは10分間だけですただいま4時45分ですので15分後に始まりますどなたでも参加できますので是非お集まりください 客はいつ猿に餌をあげられますか七番喫茶店で女の人と男の人が話しています 男の人は、どうしてデパートに行きたいと言っていますか じゃあ、そろそろ帰ろうか。あ、帰る前にデパートに行きたいんだよね。先週、食べてみたいって言っていたケーキなら、もう買っておいたよ。本当ありがとう。でも、デパートの中の本屋に行きたいんだ。本が欲しいのいや、そうじゃなくて、お世話になった先輩の娘さんに、 図書カードをプレゼントしたいと思っているんだ。そうなんだ。じゃあ、私はその間にコーヒーを買ってくるね。うん。男の人は、どうしてデパートに行きたいと言っていますか